湖北美和古号は、かつて、西日本旅客鉄道が、北陸本線米原駅木の元駅間で、運行していた、蒸気機関車牽員による、臨時列車である。滋賀県湖北地域の観光振興と SL の、胴体保存運転を目的とした列車で、1995年8月19日に、運行を開始した。 運行開始から2010年までの乗車人数は25万人に、上り、前原市の弁当や、井筒屋で、記念弁当も発売された。しかし、運転コストの増加などを理由に2021年5月21日に運行終了が発表され、2019年11月10日が、事実上の最終運行日となった。2月10月及び11月の日曜日や祝日。 ゴールデンウィークなどに運行されていた。なお、運行時期によって、ヘッドマークのデザインが変更されていた。運行開始当初から1997年11月24日、までは、前原木の元間を2往復、または3.4号のみの1往復運行をしていたが、1998年5月3日から2003年8月までは、下り前原発木の元駅が2本。 上り木の元発前原駅が一本の運行となっていた。同年11月8日より降り列車のみ日本運行となった。なお、2018年の D51-200 投入の影響により、3号は廃止され、下り1号のみの運行となることが発表された。木の元駅に転車台がないため、上下列車が運行されていた当時は、上り列車は SL が同駅で着回しを行い、 バック運転で客車を牽引していた。しかし、最高速度が時速 45km に制限され、定期列車の本数の多い北陸本線では、ダイヤ上の制約が大きく、定期列車への影響が出やすいために、2003年11月8日からは、着回しを行わず、宮原総合運転所所属の d d 5 1系ディーゼル機関車を前原型に連結し、 SL を木の元型に連結した状態で、前原駅へ改装する運行形態に変更した。2007年10月21日からは、下関車両管理室所属の EF65 系、電気機関車を使用して改装している。また、2016年度の春季運行初日である5月8日には、トワイライトエクスプレス色の EF65124 が、 改装で牽引した。2016年3月6日、SL 北美和子3号の改装を利用して、クラブツーリズムの団体臨時化仕切り列車、石田三成号が運行された。EF65128 の牽引で、SL 北美和子3号を牽引していた C57-1 は逆機で運行した。 2021年9月30日から10月5日まで、京都鉄道博物館の SL スチーム号を利用し、C56-160 が牽引する SL 北美和子号のラストランが行われた。舞原駅、長浜駅、虎姫駅、川池駅、高槻駅、木本駅、運行開始当初は、坂田駅及び田村駅にも停車していた。通常、牽引機関車には、 梅工事運転区所属の C56-160 が使用されたが、同期が検査や故障などのために使用不可能だった場合、同期運行の3月初旬に運行がある場合には、同じ梅工事運転区所属で SL 山口号を牽引する C57-1 が牽引することがあった。なお、C57-1 は1996年1月27日に、 本列車の牽引を開始した。かつて、1996年、1997年、1998年の、同期運行時期に、この2両で、従連運転されたこともあった。また、C57-1 牽引での2015年2月17日の、試運転中に不都合が生じ運行が危ぶまれていたが、修理完了により、同年3月1日に運行されたこともある。 C56160 による経古は2018年5月27日をもって終了した。同年夏以降は D51200 による経古に変更される予定だったが平成30年7月豪雨などの影響により同月15日以降同年内の運行はすべて C571 による経古に変更された。2019年3月10日に D51-200 による経印が開始された。客車は、アボシ総合車両所宮原支所所属の12系、客車5両編成が用いられる。かつて SL 山口号で使用されていた、レトロ客車と異なり、オリジナル仕様の12系客車である。全車座席指定席となっている。ありがとうございます。